あなたの乗り込んだそのタクシーは本当に安全だと言い切れますか？1994年9月14日、舞台は韓国の首都ソウル。その日の夜9時過ぎ、キムさんは帰宅のためタクシーを拾おうと大通りを歩いていました。しかしちょうど帰宅時間のせいか、空車のタクシーはなかなか見つからず、キムさんも諦めかけていたんです。その時、助かったわ、自宅までお願い。偶然通りかかった1台のタクシーにすかさず乗り込んだキムさん。運よくタクシーが捕まったことと人のいい笑みを浮かべた運転手の様子に彼女は安堵の表情を浮かべます。仕事でヘトヘトに疲れていたキムさんはそのまま運転手に身を任せ、うつらうつらと窓の外を眺めていました。ところが、待って、今どこに向かっているの？しばらく黙って車に揺られていたキムさんですが、ある時点で窓の外の景色に違和感を覚え、慌てて運転手に問いかけます。そう、タクシーはどう見ても自宅へ向かう道とは全く違う人気のない山道を走っているんです。しかし運転手はキムさんの質問に答えようとしません。そう、実はキムさんが乗っていたこのタクシーは偶然乗り込んだタクシーで見知らぬ場所へ連れてかれる女性。無言でタクシーを走らせ続ける運転手は一体何者なのか。韓国を震撼させた絶対に乗ってはいけないタクシー、乗客たちのその結末とは。おそす、この間ある飲みをしたんだ、ケンちゃんです。そろそろ私も飲みに連れてってほしい、ヤミヤミ子だ。いやいや、飲んだくれの喉やねそれ。ヤミヤさんね、喉も心配なんですけれど、この間飲みまして、若手 TV の B 山さんと、第2グループの岩田くんと昼からバーベキューをするっていう、恵比寿の屋上でできるとこがあって行ってきたんですけど、僕あんまり YouTube とかクリエイターさんの飲み行かないんですよ、誘われても。でもなんか実は B 山さんで大学の先輩で、そういうご縁もあってたまに会ってたりするんですけど、だから僕のね、数少ない友達なんですよ。大学の時は友達が多かったんですけど、社会人になって出会う友達って実はそんな多くなくてですね、確かにクリエイター視点で話も合いますし、ヤミゴさんも飲み行ければと思ったら君の喉がやばいね。私使って1週間鬼ごっこしてくれないかしら。私が一人で全員捕まえちゃう。3万再生ぐらい。3万再生。本日ご紹介するのは韓国を騒がせた乗ってはいけないタクシーのお話なんです。タクシーなんて街中にあるじゃない。そんなんかから乗っちゃいけないタクシーなんて見分けなんてつかないわよ。もう全部乗るな、絶望よ。全部歩けん、ループしなさい、あんた、タクシーって気軽に使ってますけど、行き先って運転手さん次第じゃないですか、こっちが希望を言ったとしても。そう考えるとよくわかんない場所に連れてかれたらそれはもう怖いですよね。怖いわ、韓国人を恐怖に陥れたそのタクシー、一体なぜ乗ってはいけないのか。そして運悪くそのタクシーに乗ってしまった女性はどうなってしまうんでしょうか。絶対に乗ってはいけないタクシー。1994年9月12日、舞台はアジア最大級の都市韓国ソウル。助けてください。警察署の扉が開き、かすれた声がか細く響きました。そして姿を現したのはひどく汚れた衣服をまとい、顔や手足に生々しい傷跡を残した若い女性。どうされたんですか。腹ごとではない女性の姿に数人の警察官がすぐに駆け寄ります。すると女性は体をガタガタと震わせながらこう言いました。街でタクシーを拾ったら全然知らない場所に連れて行かれて。怯えながらそう話す女性の名はパクさん。彼女の身に一体何があったというのでしょうか。その日いつものように仕事を終え、通りでタクシーを捕まえたパクさん。ホテル従業員の彼女は終電後に仕事が終わることも多く、ごく日常的にタクシーを利用していました。そう、この日も彼女はいつもと何ら変わりなくすぐに自宅へたどり着くはずだったんです。しかし、ちょっとこっちじゃないわ。タクシーがしばらく走った頃、目的地とは明らかに違う方向へ向かっていることに気づいたパクさん。パクさんは後部座席から身を乗り出し、必死に運転手に訴えるんですが、運転手は全く応じず、パクさんがタクシーに乗り込んだ際には穏やかだったはずの彼は打って変わって鋭い目つきで睨みつけるんです。殺されたくなかったらおとなしくしてろ。パクさんに向かい唾を飛ばして怒鳴る運転手。汚ねえな。その右手にはなんとナイフが握られていました。そこからタクシーが人気のない山の中へたどり着くまでの間、パクさんはたらたら涙を流しながら恐怖にその身を震わせていたんです。山へたどり着いた後、パクさんは犯人から散々に暴行を加えられることに。それでも彼女は犯人の隙をつき、傷だらけの体を引きずって逃げ出してきたというんです。そんなことが。逃げ切れてよかった。すぐに救急車を手配しましょう。パクさんの身を案じる警察官。しかしパクさんは自分の怪我のことはそっちのけで必死にこう訴えていました。すぐに現場に行って、あの犯人絶対にまたやるわ。ところが警察はパクさんの手当てを優先し、犯人についてはそこまで追及しようとせず、
その後パクさんが説明した現場に向かうこともなく、彼女の証言を漫然と調書にまとめただけだったんです。あら、犯人は放置されちゃったわけ。そうなんです。パクさんが逃げ切れちゃったから、警察も犯人で大したことねんじゃねって油断しちゃってたんですよ、うん、これが最悪の事態の始まりになってしまうんです。ダメよ、すぐに現場に行って、あの犯人絶対にまたやるわ。警察に向かい必死にそう訴えかけていたパクさん。彼女のその発言の理由は、パクさんに暴行を加えた後、犯人が次のような言葉を口にしたためでした。ここで待ってな、すぐにお友達を連れてきてやるよ。犯人のその一言はパクさん以外にもまだ被害者が増えることを物語っていたんです。そう、パクさんはこれ以上の被害者を出さないため、傷だらけの体に鞭を打って見知らぬ夜の山道を駆け下りてきたんです。そして犯人は宣言通りに次の晩もまたタクシーを走らせ、新たな女性に狙いを定めようとしていました。まだだ、まだ足りない、やめるわけにはいかないんだ。38人殺すまでは。夜のソウルを走り抜けながらブツブツとそうつぶやいた男の名はオン・ボヒョン。当時ソウルを騒がせていた連続強姦事件の犯人だったんです。38人殺すって何？今からそれだけ殺すっていう予告ってこと？そうなんですよ。なんでこんな数字が大きいのかなっていう、うん、理由が気になりますよね。なんか、うん、実はこのことには彼が幼少期を過ごした家庭環境が影響していたんです。決意の里帰り。1957年4月6日、オン・ボヒョンは韓国の南西部チョルラブクドのキムジェ市で6人兄弟の2番目として生まれました。穏やかで優しい母親に育てられたオンは、彼女と同じく非常に温厚な性格の少年だったといいます。しかしそんな穏やかなオンにも幼少期からどうしても許せないことがあったんです。ふざけるな、俺の言うことが聞けないっていうのか、この役立たずめ。そう、オンの父親は毎日のように酒に酔い、その度に暴れてはオンの大好きな母親を傷つけていたんです。理不尽な暴力や罵りの言葉に弱っていく母の姿を前に、オンは日増しに父親への憎しみを募らせていったんです。そして24歳の頃、父親の横暴さに嫌気がさしたオンは故郷を離れソウルで暮らすことに。もうあいつと関わるのはまっぴらごめんだ、残りの人生俺は一人で生きていくんだ。オンはそこからもう二度と父親と会うこともないと思っていたんです。しかしオンが実家を離れ3年が過ぎたある日の行動。そんなまさか。その日故郷から届いた一通の手紙に彼は思わずその手を震わせていました。その手紙の内容は、母が服毒自殺したというもの。絶対にあいつのせいだ。あいつってさ、多分父親のことよね。 DV のせいで自殺しちゃったってこと？そうなんです。実は韓国にはオンの母親のように夫に逆らえず追い詰められてしまう女性が多いとされているんです。というわけで本日のメトラキーワード、韓国の家族主義について。韓国には儒教の教えが色濃く浸透しており、家族の結びつきを特に重んじる傾向があります。そして儒教の教えの一つには、妻は夫に従うのが徳というものがあり、その教えが夫の暴力に文句を言えない状況を助長しているともされているんです。2022年に行われた韓国家庭内暴力実態調査でも、夫から DV を受けている女性の9割が誰にも被害を相談できていないという結果が出ているんです。オンの母親もまたそんな社会の風潮の被害者の一人だったのでしょう。なんてことだ、母さん。何よりも大切に思っていた母親が自ら命を絶った知らせは、オンの心に深い傷を残しました。以来オンは家族や親族、地元の友人たちとも一切の交流を断ち、身を粉にして働くようになったんです。彼はきっと母親を連想させる地元の人間関係と距離を取り、一心に仕事に打ち込むことでその悲しみを押し殺そうとしたのでしょう。そしてそれから10年が過ぎた頃、オンは忙しい日々の中でふと次のように思い立つんです。母さんが亡くなって随分経つな、そういえば俺は一度もお墓参りに行けてない。カレンダーを見つめ、母親の命日が近いことに気がついたオン。故郷を避け続けていた彼はこの時、母親が亡くなったあの日以来初めての里帰りを決意するんです。そうよね、憎い父親には会いたくなかったとしても、うん、母親には会いたいわよね。そうですね、うん、オンにとっても10年も母親の墓参りをできなかったことが故郷と縁を切った唯一の心残りだったんです。こうして迎えた1994年8月13日、オンは約10年ぶりに故郷のキムジェ市を訪れます。この時のオンにはただ母親の冥福を祈りたいという気持ちしかなかったんです。しかし、あいつ母さんを殺しておいてよくものうのうと。オンが実家へ帰ると、父親は酒を飲み大手を振って親戚たちと騒いでいました。そんな父親の姿を前に、オンはずっと押し殺していた憎しみの感情をついに抑えきれなくなるんです。あいつを殺すだけじゃ生優しい、いっそ死んだ方がマシと思うような恥辱を味合わせてやる。そうオンはこの時とうとうたどり着いたんです。大量殺人鬼になり父親に復讐するという考えに。
家の中では常に暴力を振るっていた恩の父親。しかし恩の父親は体裁を重んじる人間で、近隣住民からは非常に慕われていました。息子である自分が殺人鬼として有名になれば、そんな見えっ張りな父親に恥をかかせることができると恩は考えたんです。こうして大量殺人鬼になることを目標に掲げた恩は、その日から殺人日誌を書き始め、非道な殺人計画を練り始めるんです。目標の殺害人数は自分の年齢と同じ38人とする。なんでやねん。とくだらないけど、38人殺してそんな理由だったんだね。そして大量殺人の考えに取り憑かれた恩が実施したのが、あの手口だったんです。復讐の末路。父親への復讐として大量殺人鬼になることを決意した恩は、その日からどのような犯行手口で殺人を犯すのか四六時中考えを巡らせていたんです。そして後に多くの女性を恐怖のどん底に陥れることになる、あの方法にたどり着くんです。タクシーを偽造すれば簡単にやれるな。実は恩は以前タクシー運転手の仕事をしていたことがありました。その経験からタクシーを装えば被害者を簡単に連れ去り殺せることに気がついてしまったんです。そこから恩は犯行用の車を盗み、ナンバープレートを偽造、偽のタクシーを作り上げ、被害者となる女性を探してソウルの街を徘徊するように。実のところこの頃の韓国ではタクシー犯罪が横行しており、車両のナンバープレート偽造も広く行われていました。すでにそうした手口が出回っていたため、恩も簡単に偽物のタクシーを作ることができたんです。大量殺人のために思いついた手口がタクシー運転手になりすますっていうことだったわけね。そうなんです。そしてこの後オンは殺人鬼としてついに牙を剥き始めるんです。1994年9月12日、オンはその日もソウル市内で偽物のタクシーを走らせていました。殺す、絶対に殺す、殺してやる、38人、必ず殺す。呪文のようにその言葉を繰り返すオン。底知れない殺意を胸に夜の大通りを走っていると、若い女性が手を挙げているのが見えました。ちょうどいい、こいつにしよう。女性の前で車を止めたオンは意識して穏やかな表情を作ります。そして車を発進させてしばらく経つと、声を荒げて騒ぎ始めた女性。ねえ、ちゃんと聞いてる？止めなさいよ。被害者たちのそうした反応もオンにとってはもはやいつものこと。彼は返事をすることもなく山道をひたすらに突き進んでいきました。真っ暗な山の中にたどり着いた1台のタクシー。その扉が開くと、中から姿を現したオンは連れてきた女性を乱暴に引きずり下ろす。死にたくなかったらおとなしくするんだな。そう言って女性にナイフを突きつけたオン。しかし、やめて、話しなさいよ。女性はその恐怖にも屈さず、オンから逃れようと必死に抵抗する。このオンは女性に馬乗りになって押さえつけるが、それでも女性は手足をバタつかせ抵抗をやめようとはしない。いい加減におとなしくしろ。苛立ちを募らせたオンはそう叫ぶと、女性の頭にビニール袋をかぶせその視界を奪った。苦しそうにうなり声を上げる女性。次の瞬間、シャベルを振りかぶったオンは、すぎる。こういう手口で何十人も殺してたんでしょう。そう思うところではあるんですけれど、オンの犯行の結末は当初の計画とは違っていたんです。父親への憎しみから38人の殺害計画を立て、それを実行に移したオン。しかしその計画がそうやすやすと成し遂げられることはありませんでした。くそ、なんでおとなしくしてくれないんだ。被害者の女性に抵抗されるたび、オンはその顔に戸惑いを見せていました。そう、オンは元来母親に似て穏やかでおとなしい性格。気弱な彼にとって、激しく抵抗する女性を抑え込むのは苦痛以外の何者でもなかったんです。女性に暴力を振るうたび、脳裏をよぎるのはいつも母に乱暴を働いていた父親の顔。タクシーの車内で母子家庭で育った女性の苦労話を聞いた際には、女性を山へ連れて行くのをやめ、そのまま自宅へ送り届けたことも。そうやって犯行を重ねるたびに、やりきれない気持ちになっていったオンは次第に殺人への意欲を失っていったんです。そしてある時、オンは被害女性との揉み合いで手を怪我したことをきっかけに完全に犯行をやめ、旅館での潜伏生活を送るように。オンは結局完全な殺人鬼にはなれなかったわけね、心からね。まあでも人殺してることには変わりないのかさ、もう早く捕まえないと。おっしゃる通りではあるんですけれども、この事件においては警察の対応があまりにもひどくて、オンの逮捕にひどく手こずっていたんです。実のところ、オンの犯行には爪の甘い部分も多く、警察には彼を逮捕するチャンスが何度となくありました。被害女性が必死に訴えたにもかかわらず、現場を調べにも行こうとしない警察。さらにオンは銀行の防犯カメラにはっきりと顔が映っていたこともあったんですが、一般への公開が遅れたことで、その映像も差して役に立たず、警察はそのずさんな捜査体制で、実質的にオンの逃亡を助けているようなものでした。こうして警察の度重なるミスにより、捜査の手を逃れ続けていたオン。しかしこの後、思わぬことをきっかけに、事件は終幕を迎えることになるんです。
自首をしに来た。1994年9月27日、ソウルの警察署を訪れたオンは、居合わせた警察官に向かい、力なくそう告げました。もう警察から逃げ続けるのは疲れた。結局、オンが襲った女性は全部で6人。そのうち2人の命を奪ったところで、彼は自ら警察署へ出頭。気弱なオンは、犯行を続けることにも、警察から逃げることにも、耐え難いストレスを感じていました。そんな彼に38人もの大量殺人を犯すなど、到底無理な話だったんです。とはいえ、オンの卑劣な犯行手口が報道されると、当然のごとく多くの韓国国民が怒りに震えました。偽タクシー、女性を騙し連続誘拐。こうして連日メディアで取り上げられたオンは、くしくも彼の希望通り有名犯罪者の仲間入りを果たすんです。逮捕されたオンに下された判決は死刑。翌年1995年11月2日には死刑が執行。母親を死に追いやった父への憎しみが生んだ殺人鬼オン・ボヒョン。その生い立ちは確かに悲しいものでした。しかし、いくらゲスな父親への復讐とはいえ、無関係の女性を襲い傷つけた罪は決して許されるものではありません。オンが女性ばかりを狙って犯行に及んだのは、女性の方が力が弱く抵抗されにくいと考えたため。そうやって女性を甘く見た犯行に及んでいる時点で、行き過ぎた DV で母親を死に追いやった父親と彼は何も変わらないのではないでしょうか。